ヒルゼン高原と上ヒルゼン、中ヒルゼン地図ヒルゼン高原は、岡山県真庭市北部のヒルゼン地方に位置する高原である。標高500メートルから600メートル程度の高原地帯であり、西日本を代表するリゾート地の一つである地区の軽井沢とも呼ばれる。また、日本有数の飼育数を誇るジャージー牛の牧場もある。週末やシーズンには、京阪神、中国地方、 四国地方方面からの観光客で大変賑わう。一帯は1936年2月1日に大仙国立公園に指定されている。昼前高原は東西2 0キロメートル南北1 0キロメートルのなだらかな高原であり、成り立ちは約100万年前の活発な火山活動により昼前三座と呼ばれる山々が誕生し、 そのため日本海に向かう川の流れが北から西に変わり、その後約35万年前の大山を中心とした噴火により西に向いた流れがせき止められ、古ビル、ヤンバル湖が誕生し、その後大山を中心とする噴火活動により、湖面の水が南に流れ出し更新予中期の後半に干上がってできたものである。大変風光明媚な場所だが、かつては国用地であった。 天候が良ければ、北北西の方角に中国地方一の標高を持つ名峰大山を見ることができる。ジャージー牛、国道482号と国道313号が高原を通過している。米子自動車道のヒルゼン IC からアクセスできる。ただし鉄道が通っておらず、バスの本数も少ないため公共交通機関でのアクセスは不便である。 公共交通機関でのアクセスは以下の通り。1986年7月27日にヒルゼン高原で行われたヒルゼンミュージックフェスティバルでの世紀末の黒みさのオープニングにてボーカルのデーモン閣下が野外ステージの屋根から登場したが屋根にぶら下がった状態からステージに飛び降りた際機材セットにぶつかって左足を骨折した。しかし一曲目の ザエンド・オブ・ザ・センチュリー歌唱直後の MC で、信者に対して、昼前高原の諸君、元気か我が輩は元気でなくなってしまった。急にと発し、激痛に耐えながら、講演を、全うした。ありがとうございます。